感じでですね。えー、っと大人が楽しめる滑り台をこうやって作っております。えー、新札幌冬祭つり、えー、今年で3回目です。えー、こうやって、えー、大きな滑り台そして、えー、大きな鎌倉。だいたいこれ60人ぐらい入る鎌倉に今なってます。でスレ台はまああのブルトーザーなんかも使いましたけどもかなり手作業で壁を作ったり。 んをまあみんなででお尻で磨いたりね、えー、皆さん子どもたち大人たちも楽しめるように、えー、準備できましたまあこの冬祭りのメインのおやすみ雪だるまというこの雪だるまが横になってるスタイルはやはり頭でっかちなんだけど無理しちゃってまたポキッと折れてるね現代社会現代人を象徴したかったんですよね。でちょっと 雪の中であるいは雪だるまもちょっとお休みという感じで我々現代人も休んでみてそしてもう一回社会をねあの横のこう低い、えー、角度から見てもう一回考え直すまあゆっくりちょっとゆっくりしてみるというようなことを言葉じゃなくてなんかスタイルで表せたらなと思ってこういうようなお休み雪だるままで 到達しましまた隣の町ね江別という町で、えー、6年前ですね <laughs> 依頼がありましてまあ僕彫刻家、まあ、美術家ですからねまあ下手なものは作れないなという思いとまあ世の中に出回っているキャラクターやその年に、えー、流行ったものを作るというのはちょっと、うん、自,分自分としてはあ作れないなと思いましたのでいろいろ。 考えた挙句小さい頃は遊びで鎌倉を作ってたなと思いましてねで今の子どもたちに鎌倉雪室を体験させたくてまずは鎌倉ということところが鎌倉というただのお椀型ではちょっと僕の方は物足りないでアラスカのイヌイットの人たちが雪のシェルターとしてつ作っていたあのイグルーですね イグルーのシルエットをずっと眺めていたらなんともその姿が雪だるまが横にになったように今ある日見えたんですよ、ね、あ、これはもうそのままの形をいただいて目と鼻とボタンをつけてあげればこれで僕のオリジナルなお休み雪だるまだなということであれから4年になりますけどもまあ5年経ちますけどもね 1> 中1年間はあの2年目はあのお休みしましたけどもここ厚別に移ってから3回目、えー、ようやっとお休み雪だるまが皆さんの、えー、了解を得て市民権を得たような感じで愛されるようになりましたそれがお休み雪だるまのはあの誕生です14万人約14万人の厚別区というここ。 札幌の中ですけれども厚別区ということで自立して14万人いますその14万人のうちの約350人ぐらいの人たちがこの冬祭りを運営してくれて手伝ってくれてます内容的には地域の pta のお父さんやお母さん子供たち体育振興会少年野球のお父さんお母さんコーチの皆さんそれから厚別 区役所のの職員の人たちそしてこの周りの、えー、お店をやられてる企業の有志の皆さんという350人ぐらいの実行部隊です、えー、全くの手作りで他の町々の大きな雪まつりはもっともっと大掛かりになってますけど手作りで有志が集まってるからこの程度が実は限界であとは心配りをしようというような ことがこの新札幌冬祭りの本質的なとこかなと思ってます。